始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのお話、ミニマリストの弱点、こちらのお話をしていきますよっ。最強完璧に見えたミニマリストも最近気づいた弱点があります。皆さんも共感できたり参考になることもありますので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんの弱点は何ですか？くすぐられたりすることですか？そういうお話ではございませんので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツどうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。ミニマリストの弱点、まずは節約癖がない。はい、こちらです。節約癖がないからってめちゃめちゃいろんなもの買ってるって、そういう話じゃなくて、細かい節約の話。より良いクオリティの高いものは求めているし、金額だって気にしてる。コスパを求めているんですけど、もっと細かい日常的な買い物のお話。特に最近僕が思っているのは、食材を買う時ね、全然細かく見ていない。100円のおネギと50円のおネギがあったとしても、別にどっちでもいい。どっちを買ったのかも気にしていない。ネギにおつけんね。それは別にいいでしょ。すっごい細かく気にする方もいますよね。細かく気にした方がいいですか？主婦の皆さん、広告を片手に持って安いスーパーへ行く。より安いスーパーを求めて、広告片手にそういうことはしないし、運転中ぐらい OK?OK?新聞取ってないから広告もないし、そういう話違います。何曜日が特売ですとかもあんまり気にしない。気にした方がいいかな。やっぱりコツ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 貯めてると違うかな。そんな違う10円20円とかの話じゃないの。発言気をつけろ。すいません、違うんだよね。僕の場合、ミニマリストの考えに切り替わってから、余分なものはあまり買わなくなったし、お金は欲しいけど、そんなにお金に執着してない。そういうことで細かいことを気にしなくなってきたのかもしれません。繊細であれ、繊細であれ。はい。あと僕は時間とか手間とかっていうのもマイナスって思っているので、じゃあ車で15分のところに安いスーパーがある。広告を記念。すいません。車で15分のところにある安いスーパーと、車で5分のところにある普通のスーパー。たくさん品数を買うならまだしも、時間とか手間とかを考えると近い方のスーパーを取りますね。安くてもまあある程度だろうと思っているので、プラス10分かけて安いところまで行く必要はないと思っちゃいます。皆さんは行ったりしますよね。すっごい勢いで行きますよね。これはおネギを持っています。ネギにおつけんね。はい。時間と手間、レジの混み具合、道の混み具合、そういうことまで気にしたり、結局ガソリン代で割引分飛んでるな、逆にトータルしたらかかっちゃってるな、いろいろなことを考えてしまいます。細かい節約のことは考えていないけど、時間とか手間のことはすっごい考えているってこと。あとポイントカードですら、 T ポイントカードありまっかって言われても、関西弁の接客、ここ静岡、仕事で来てるのかな。いや、仕事コンビニでしょ。最近はエコバッグに詰める手間もあったりとか、お金を出さないといけなかったり、 PayPay の残高がなくてチャージしないといけなかったり、やることが結構あるので、ポイントカードは、あ、持ってないだす。田舎くん、めちゃめちゃ田舎くん。そうだす。まあポイントを貯めるのもある意味節約ですよね。ポイ活っていうの。そういうポイントもしっかり貯めていけば、細かい割引も気にしていけば、塵も積もれば山となるのかもしれませんよね。節約意識を少し持つことは大事だと思うので、しっかり考えたらそういう結論に達したので、僕もこれからは多少意識していきます。皆さんはどうですかね。結構気にしている方が多いかな。もしね、あまり気にしていないよって方がいたら、僕もね多少は意識しますので、一緒に頑張りましょう。でも小さいことを意識していても、税金の支払いとかガツンとあるとさ、結局すっごい取られる部分あるじゃんって思っちゃうんですよね。嘘です、しょうがないですよね。すいません。次。はい、ミニマリストの弱点、耳です。あー、そわそわしちゃうんだよね。違うでな。そうだけどね。ミニマリストの弱点、それは生活の中で必要なものが現れるのを待っていたら日が暮れた。日が暮れたってなんだ。説明しよう。説明しよう。僕は必要なものだけに絞って生活をしているし、それでいいなと思ってる。ミニマリストの考え方に切り替わってから結構な時間が経っているので、買うものがないんですよね。それにより買うものを探さなくなって、新しいアイテムの情報とか、生活に役立つ便利グッズ、そういう情報に疎くなっているのかもしれません。弱点というか弱点になりつつあるのかなと思っています。必要なものは全部揃っている。消耗品とか食品は買うよ。おネギって買いやすいよね。おつけんな。ネギ好きか。はい。でもそれ以外のものは本当に買わない。別にいいっちゃいいんですけどね。そんなに積極的に買おうともしてないから、まあ買いたいものが現れない。いくら待っても現れない。日が暮れた。日が暮れたってなんで。田舎のバスかってくらい来ない。1日に3本。
朝昼晩、晩昼朝なんですよね。すいません。とにかく買いたいものが現れないんだけど、それは別にいいんだけど、何か便利アイテム、流行りのもの、買いたくなるようなものに疎くなっているような気もします。仕事でお客さんと喋って情報を得たり、そうなんです。何ですかそれ、詳しく教えてくださいよ。で、止めんな。そういう人いるけど僕は違う。まあニュースアプリとかで便利なグッズとかの情報も得たりするんですけど、昔よりそういうものを見ている時間も少なくなったので、もしかしたら見逃しがあるんじゃないかなと思って少し不安になりました。でも失敗関係ないよ。欲しいと思ったら何でも買う。無駄遣いもお構いなし。そういう人よりはマシだと思っていますけどね。朝の番組で100均の便利アイテム、ホームセンターの便利アイテム、テレビでやってたらとりあえず買う、すぐ買いに行っちゃう、情報を選べずに惑わされている人よりはいいと思いますけどね。過去の僕がそうだったんですけどね。やってたんかい。すいません。だってテレビでやってたら魅力的。あの人がおすすめしてたんだよ。アンミカさん。アンミカさん元気かな。まあテレビもあまり見なくなってきているので、その辺の情報も落としてしまっていると思いますけどね。テレビの情報は主婦のお客さんが見てくれてますからね、口コミで教えてもらうしかないですね。まあ弱点とまでは言わなくても、弱点になってたら嫌だなと思って、まあ全部見落とさないようにするってのは無理だと思いますけど、ちょっとさすがに気にしなすぎ。まあインスタグラムとかで商品レビューをしている人をね、フォローしたりすればいいと思うんですけどね。いや発信する側であれあれ、日が暮れた日が暮れたってなんだ。いや本当に商品紹介とかもしたいんですけどね、購入品紹介とかもやっていたし、あればしたいんですけどね。じゃあネタのためにたくさん買えばって思うじゃないですか。でもね本当に買えないの。ミニマリストだとね、本当ネタのためと言っても買えないの。何か買えないかなとして言ったとしても、必要じゃないものはやっぱり買えないの。頭がミニマリストの考え方に切り替わっちゃってるからね。皆さんもある程度切り替わると本当に楽ですよ。商品レビューとかを発信してる人ってどうしてるんだろうね。服のレビューとかしてる人どうするんだろうね。本当に必要なのかな。後々着てるのかな。日が暮れた、日が暮れすぎ、何日経っちゃった。とにかくまあある程度はいろいろな情報の中から一番自分に合うもの、自分にいいものを見つけたいのでね、情報は知っておきたいです。自分の生活をさらに良くしてくれるものがその情報の中にあるかもしれませんのでね。最近最新の情報へのアンテナが弱まっていたので、ちょっとね意識していきたいなと思います。必要なものが出てくるのを待つだけではなくて、買わないとしても少しは積極的にね、自分から行かないとね。恋だってそうじゃん。出会いだって家でネットショッピングばかりしていたら全然出会いがないじゃん。配達してくれている人めっちゃ男の職場やん。女性なんて来ないやん。一方お店に行けば欲しいものに手をかける、二人重なるって。あ、僕もこれ欲しかったんですよ。でも一つでいいですね。だってこれから一緒に暮らすんだから。展開早やん。それ無理だ。アパートの更新とかもあるし。そんなことはないけれど、とにかく自分から積極的に、まだあれ使ってんの、あれも知らない、これも知らない、それ知らないの、遅れてる。そうならないように少しは気をつけます。皆さんもそうしましょうね。そして教えてくださいね。わかりました。こんうん、反応ゼロ。はい、日が暮れた。いや、くれんな。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日はミニマリストの弱点、今はこれが弱点かな、逆にミニマリストの強みといった部分はもっとたくさんあるのでね、強いて言えば今はこのぐらいですね。長所と短所っていうのは裏を返せばっていうこともありますので、細かい節約癖がなくなっているっていうのは、無駄遣いが減り、お金を敏感に気にする必要がなくなったとも言えるし、調子に乗らずに細かく気にしていくことも大事だから気をつけましょうということ。最近の商品の情報を知らないかもしれないなと不安に思うことについては、まあストレス解消のごとくやみくもに買い物をすることがなくなった、買い物をすることがメインになっていて、何か買わなきゃというそういう気持ちが収まったとも言えるし、でも自分の生活をさらに便利するものがあるかもしれないので、生活の質を上げるものがあるかもしれないので、新しいものやいい情報っていうのには少しは目を向けましょうっていうこと。最後に言いたいのは、弱点は伸びしろ、注意すればまたさらにレベルアップするはず。皆さんも自分の弱点と向き合って見直すことも時には大事です。僕も意識するので、皆さんも一緒にレベルアップしていきましょう。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。チャンネル登録のボタンもポチッとよろしくお願いします。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。日が暮れた。